どうも、ゴルフ界の尾崎世界観こと藤ちゃんでございます。というわけで今回はですね、ゴルフ界のエースといえば、松山英樹。それはもう赤子でもわかることですよね。誰に聞いても100人に100人、そう答えます。しかし、松山英樹、アメリカ PGA ツアーで今軍奮闘しております。第2の松山英樹が出てこない というわけでですね、今回は須藤ちゃんの独断と偏見でですね、ポスト松山英樹は誰なのか、ベスト3形式でご紹介していきたいと思います。続々と楽しみな選手、出てきますよ。さあ、まず1人目、第3位は蝉川大河選手ですよ。非常にスケールの大きいゴルフ展開しますよね。タイガ その名前はタイガーウッズから来てますまさにゴルフをするために生まれてきた男そんな感じがいたしますよねなんといっても東北福祉大キャプテンそしてえアマチュアながら日本オープン勝っちゃったえツアー2勝ですよすでにアマチュアでねツアー勝っちゃうってもうなんか松山英樹とねなんかこう共通する点多いですよね非常に素晴らしいゴルファーです なんといってもですね、非常にスイングが特徴的。もう深い右サイドベントからね、非常に鋭い球、大きいビッグフェイド。打ってきますよね。大きいビッグフェイドっておかしいかえー、大きいビッグフェイドはおかしいね。太ってるデブみたいなもんですよね。えー、まあ、それことはどうでもいいですが、とにかく大きい球。非常にスケールの大きい球で攻めてきますよね。もう高い球でピンデッドに狙っていく。 もう完全なるショットメーカーですよねでねショットメーカーなんですが松山と共通する点小技が非常にうまいアプローチがほんと素晴らしいさあそんな蝉川大河選手のスイング早速見ていきましょうまずは、えー、バックスイングはここら辺までは非常にオーソドックス胸と腕の三角形を崩さずにいきますしかしここから見てくださいフェイスが非常にシャットですよね、えー、ストロンググリップかなり強めです かなりストロンググリップに握って、フェイスを返さずに打っていくタイプですね。こっから、ぐーっと、まあ、コック入れてって、上げていくんですが、トップもね、結構特徴的で、がっつりシャフトクロスしていくんですよ。 今、男子プロでね、珍しいですよね、シャフトクロスしてくる選手、みんな嫌ってね、これを嫌って、レイドオフで上げていく、まあ、ジョン・ラムみたいなトップの、コンパクトなトップの選手多いんですが、彼はもう関係ございません。シャフトクロスそんなもんね、えー、インパクトでフェイスが戻れば関係ないっしょ。まあ、確かにそうなんですよ。フェイスが戻ってくれば、別に少々シャフトクロスしようが、もう関係ないんです。で、こっから、シャローに下ろしていくんですが、えー、この後ですね、 インパクトにかけては、まあ、フェイドヒッターなんで、まあ、アッパーでガツンと勝ち上げるって感じではないですよね。しかし、勝ち上げてないんですが、非常に球高い。いや、大きい球ってきますよね。非常に将来性を感じる。将来性っていうか、もう日本のメジャー勝ってますから、将来性うんぬんの問題じゃないんですよね。しかし、ここですよ。一番のこの特徴的なサイドベント、右サイドベントの深さ。 もうホワーキン・ニーマンみたいでしょ、これ。ねえ、大西海斗とかね。今、本当にね、こういった選手多い。えー、マスターズでローアーマー取ったサム・ベネットなんてかも、こんな感じのスイングですよね。もう肩を縦に回していくんですよ。もうこのインパクトからフォローにかけて、肩を縦に回していく。そんなこの右サイドベント、屈曲、非常に深いスイングですよね。 で、足は、足元は腕の通り道を逃がすために、後ろに引きます、ね。こういった選手も非常に多い。もうね、すごい体が強いいや、本当にね、体の強さを感じる。そんなスイングですよね。でね、ダウンスイングで非常にね、溜めが深いんですよ。ここ見てください。非常に溜めが深い。これはやはりですね、 この、クラブがまだ上がってる、腕がまだ上がってるうちに下半身、もう回り出してますよね。そこで上半身と下半身の粘点差が生まれて、この深いためができるわけですね。上背がないんですが、非常に飛びます。で、ここのポジションの、見てください。彼の左足首の角度。こんな角度ね、おじさんゴルファーだったらもう捻挫ですよ、これ。もう次の日会社にビッコですよ。いや、非常に柔らかさがありますよね。 強いだけじゃない。強くて柔らかい。体、体幹が強い。でね、このクラブヘッドに振られて、この上半身、この頭がこう、ぐわっと動いていくんですね。この振られる強さっていうんですか、非常に素晴らしいスイング。さあ、第2位はこの男、川本力プロですね。川本結衣プロの実定であります。 まあ、自他共に認める日本ナンバーワンの飛ばし屋ですよね。えー、彼に関してはですね、僕もですね、川本力 VS キャメロンチャンプと題しましてですね、徹底比較動画上げております。非常に人気を博しておりますので、ぜひチェックしてみてください。えー、非常に素晴らしいスイングですよね。えー、なんて言ってもね、 非常に重い球を打っていくんですが、重くて大きい球を打っていくんですが、なんて言うんでしょう。柔らかいんですよ。力感はもちろんありますよ。力感はあるのに力みがないって言うんですかね。力感はあるのに力みがない。なんか、矛盾してますけども、あのーな、なんでしょうね。笑いながら怒るみたいなね。違いますね。ちょっと違いますね。えー、ゆっくり急ぐみたいなね。 それも違いますね。そんなことどうでもいいんですよ。非常に素晴らしい。このね、腰の切り方が、まあ、素晴らしい。キャメロンチャンプとのね、比較できるぐらいのスイングですから。さあ、見ていきますよ。まずはバックスイングですね。非常に基本に忠実なバックスイングしていきます。えー、このポジションで見てください。フェイスと背骨が平行ですよね。非常にオーソドックス。 素晴らしいポジションだと思いますね。えー、右肘の畳も限界までありませんね。非常に素晴らしくて、ここ、トップの粘点が深い。そっからダウンの、この担ぐようなダウンね。素晴らしいですよね、ここの動き。柔らかい。で、インパクトは背中が非常に丸まってる理想的なインパクトね。で、頭の位置がぐーっと下がっていくんですよ。 ここの右サイドベントの深さはね、共通する点ですよね。蝉川選手にもね。非常に深い右サイドベント。で、この左足がね、ぐっとね、お尻方向、後方に引いてきますよね。ここで、えー、左足が動くということは、一瞬右足に乗ってるんですね、体重はね。その証拠です。じゃないと、こういうふうにはなりません。左足を引くことによって、体の回転をスムーズにしてる。 さあ、そして第1位は中島啓太選手。彼に非常に大きな期待を僕はしております。いや、僕だけじゃありませんね。もうゴルフアンはみんなこの人にね、とんでもない期待かけちゃってますよね。自分のことは置いといてね、おじさんゴルフはすごいですからね。自分のゴルフは置いといて、若者に全てを託す。これがおじさんゴルファーであります。いやー、そんなね、えー、おじさんたちのね、期待をこの総剣に背負って、 世界で戦ってほしい。えー、なんと言っても彼はですね、松山秀樹と同じですよね。えー、世界アマチュアランキング1位。これですよ。もうアマチュア最高の肩書き。素晴らしい経歴ですよね。なんと言っても僕が一番印象に残っているのはアジアパシフィックアマ選手権での最後決勝のね、プレイオフでの 素晴らしいバンカーからのショット連発。あれ、相手もね、もう降参ですよ、あんなショット連発されたら、しかもバンカーから。すごいショットでしたね。もう驚いた。これは世界で絶対に勝てる。ポスト、松山英樹だと僕は確信しました。素晴らしいショットでした。そしてね、アマで、えー、パナソニックオープン、もうすでに1勝してます。 そこも松山との共通点ですよね。そしてね、なんといっても精神面が非常に安定してる。だからインタビューとか聞いてるのも大人びてますもんね、若くしてね。我々おじさんゴルファー、ばっか食っちゃってね、大体メンタルしょうもないですもんね。あのなんかミス引きずって、あでもね、こうでもね、言ってる割には、なんか後輩ゴルファーには、なんか己の一丁前のゴルフ理論を押し付けたりしてね。いやー、ミートゥーですけどもね。 さあ、スイング見ていきましょう。えー、フェードヒッターなんでね、若干クラブヘッド外からぐーっと上げていくタイプですよね。で、このポジションでは、先の二人よりは若干フェイスが開き気味ですが、ほぼ、まあ、背骨と平行。きっちりフェイス管理できてると思いますね。で、こっからぐーっと上げていくんですが、ほんと三人に共通して、非常に粘点が深い。 見てください、この粘点。もうね、回しちぎるっていうんですかね。なんて表現したらいいんでしょう。おじさんゴルフはこんなにね、粘点したらもうね、腰砕だけ。もうスイングなりません。もう腰がどっか吹っ飛んでっちゃいます。こんなに回したら。いやー、素晴らしいね。体幹の強さが。で、こっからのダウンなんですが、え、コリン・モリカに非常に似てますよね。 ええとね、真下への出力が非常に少ない。もういきなり積極的に腰を回していきます。で、ややクラブが立って入ってきて、この辺なんてコリン・モリカワそっくりですもんね。で、右かかとも浮いていきます。で、外から、えー、っと、クラブヘッド入れていく。で、フェイドボール打ってきますよね。もうインパクトももうコリン・モリカワそのものですよね。そのものまではいかないか。和製コリン・モリカワっていうね。 えー、コリン・モリカワも十分和製だろうなんていうね、手厳しいね、意見もね、聞こえてきそうですが、非常に素晴らしいインパクト。腰が非常に早く回っていく。んで、レイトヒットしていくんですよね。で、クラブヘッド、もう積極的に二重振り子で返していくタイプですよね。若干、まあ、 あの、オープン目に使ってますので、二重振り子していかないと振り遅れます。いやー素晴らしいね。本当に体の強さとバランスの良さ感じさせますよね。さあ正面からも見ていきましょう。え非常にこの深い捻転からダウンなんですが、えー、見てほしいのはですね、腕が一切振り遅れてこないんですよ。この、 シャフトと地面が平行になるこのポジション。このポジションの時に、右太もものと,くところに手元が来てますよね。これが素晴らしい。これアマチュアゴルファーなかなかできません。だいたい体から外れますもんね。このポジションで、右足よりももっと向かって左側、体から外れたところに手元が来てるのがほとんどのアマチュアゴルファー。しかし、全く外れません。 そうすることによって、このハンドファーストのインパクトが実現できるんですね。いや、素晴らしいポジショニング。キャメロンチャンプみたいなハンドファーストですよね。で、左足はちょっと浮いてるでしょね右足にこれ重心少しかかってます。だから、左足を浮かせて、後方に引くことができる。これによって手元を 手元の通り道を開けるとともに腰の回転もしやすくなる。非常に素晴らしい動きですよね。これもアマチュアゴルファーね、なかなかできません。で、この辺からはもう左足一本に乗っていく。さあ、3人のスイング見てきましたけども、非常に共通項多いですよね。まずはフェイドヒッター。で、大きい球を打っていける。で、ショットメーカー。そしてアプローチがうまい。 松山にもね、共通する点ですよね。で、メカニックな点でいくと、右サイドベントが非常に深いそして粘点も深い。もう早くアメリカに行ってね、アメリカのコースを経験する。そしてパターが入れば、もう十分正気はあると思います。もちろん PGA はそんなに甘くはない。それは分かっております。頑張れ未来のマスターズチャンピオン